キングレコードの水木優香さんのステージ、今日はですねアコーディオンの先生とご一緒に、このステージをお務めいただきます。美香さんはラテンから歌謡曲にアリマトールのノーチェクバーナで歌われて日中友好親善警視庁全国安全運動防犯活動にも参加されラテンナンバーから洋画の主題歌を歌っているという大変素晴らしい歌い手さんのお一人でございます。
ご挨拶を皆さんに、キングレコードの水木佳と申します。いつもながら本当応援していただいてありがとうございます。お忙しい中本当にありがとうございます。ねえ、素敵なね、感謝でございます。の皆さんがね、本当に乗って歌ってくださって、アロハのなんかね、ハワイアもやられるので、ちょっとその雰囲気もありますね。今のサンバのリズムなんですね、はい、で次歌うのが楽天の方の曲で、ね、あとは楽天の曲ちょっとそうなんだ、ね、で暑い地域に周りがいいかなと思って、そういう意味ね、ちょっと後ろを見せて、はい、こんな風でございます。素敵です。はい、それで先生が今日はね、飯田先生にお手伝いいただいてるんですけども、今のアレンジは、はい、飯田邦夫先生のアレンジです。そうでしたか。何曲ももうラテンの曲からちょっとアレンジをお世話になって、そうですか、アレンジやっていただいて、そしてやっていただいて、そうそうそう、本当にも頭が上がります。BGM も流していただいて、トークにもなんかね、格がつきますね、はい、さあそれではですね、その洋画の名曲を今度は教えてくださるそうで、はい、じゃあ先生もう一曲お願いいたします。それでは、はい、どうぞどうぞ、洋画の主題から登場聴いてくださいませ。今日のゆうゆうのステージはいかがでしたでしょうか。楽しくやらせていただきました。楽しく、はい、よかったです、はい、1曲目と2曲目、何の曲を歌われたのか、どうぞ、PR の方、はい、1曲目はですね、オリジナル曲の朝もや、はい、朝もや、それで飯田邦夫先生のアレンジでございます、はいね、はい、それでサンバのリズムで楽しく歌わせていただきました、はい、あ、はい、で2曲目はラテンの曲で、はい、映画の洋画の主題歌で、はい、ボジョーです。日本語で言うと、はい、二文字ボジョー、はい、
スペイン語で言うと El Amor es algo maravilloso っていう長いタイトルでございます、ね、映画皆さん結構ね見てらっしゃるから曲を聴いてうっとりとされてましたよね、そうでしたか、すごく嬉しいです、もう皆さんあのそれからお客様の方客席見てたらうっとりと、もうポワーンとした感じで、とても、あの皆さん喜んでらっしゃいました、はい、先生とあの今日は、あの一緒にステージに出られて、はい、いかがですか、やはり緊張されますか、いやあのそんなことない、何回かはもうやってるんですけどね、ハーモニーをいつもつけていただいて、まあ一人でやるよりもちょっと生を使っていただくと迫力っていうか、あの生の癖になるって言いますかね、まあそれそうですよね、いいですよね、生だと自由にあの歌い方が変えられますから、そうですよね、だからその辺がとてもいいですよね、先生もね一生懸命合わせてくださって、ね、優しいお先生で、先生も何かどうぞ一言、いやいかがでしたでしょうか、まあ、とても楽しかったです、楽しく、あのこの先生はね、私がちょっと補足させていただきたいんですけど、はい、あのザ・スペースメンっていうバンドを持っててリーダーなんですよ、ザ・スペースメン、あの先生から宇宙人です、宇宙人宇宙人というか、それであの NHK や民放 の、あの楽譜の作成に当たってんですよね、楽譜ですか、譜面やなんかのね、そういう大変な立派な先生でございます、そうなんですか、私が演奏してもらうのもったいないような感じなんですけど、ちょっと無理を、でもすごくお優しい、ご無理を、まあちなみにあの歌コンとかね、NHK の歌コン、あれとかそれから日本の歌っていうの、ああいうものをやってるんです、あれいうものの楽譜を書いてるんです、あそうなんですか、あのバンドさんの譜面を書いてるわけです、そうなんですか、ちょっと社長さんにはちょっとご無理を言って、わがまま言って入れさせていただきました、ね、でもそういうふうにね、あのお願いしますって言われると嬉しいですよ ね、それでまたね、それするにはもう先生のアコでやらないと、やはりね、あの何人ものバンドさんは頼めないから、でもあの音色って素晴らしい音色ですね、アコ一台でも十分ね、素晴らしいですよね、素晴らしいですよね、なんかこう寂しいのかなと思ったら結構ボリューム感も音に厚みがねあって、やっぱし、まあ、まあ普通の、ね、素人の方と違うから、まあそれはね違いますね、国民の弾き方をしてくださるからね、とても気持ちいいです、すごく素敵でした、本当今日はお疲れ様でした、またお疲れ様でした、あの今後ともよろしくお願いします、ありがとうございます。